影流薙刀術。直進影流薙刀術の始祖は松本備前の神日野政元で、今から400年ほど前、関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所を取って、室町時代の末期、鹿島新選新影流という新憲法を創始したのに始まり、7代より新影流と固定し、今日に至っています。第15代園部秀雄は、第14代関係斎夫人、竜王流の役を合わせ学び、多くの家政を養成する傍ら、自伝の技に剣を加え、これを25本に統一し、現在の直進影流薙刀の型となっています。講師を兼ね備えた小脇の構え、水車、風車といった車返しの技は、自然現象の中に流れる力の動きを技の中に取り入れ、最小の力で相手を制するという華麗にして有効な方法であり、これが東流の特徴であり、東流は神奈武道としての薙刀の関係を持つ。第2会場、荒木流運用監督のご演舞でございました。続けまして、第2会場、武装神殿流居合術のご演舞でございます。武装神殿流居合術に創形されたものである。中山白道は大正5年5月以降、山川幸政の武装直伝栄心流を正しく伝承していた下村重一の皇帝細川義政の指導が契機となって大きく改元した。流湯の戦士より陸分派された流名を整理し、武装神殿流として完成した。昭和8年5月6日大日本武徳会演舞大会において、武装神殿流抜刀術と交渉して演舞し、以来全国に普及し、今日に至っています。
第一会場、直進首により、お願いします。